流通のために作られた船は港に停まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいなら、いくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しよう。あの頃とはもう違う。悠々とまた旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。